のび太くん、デジマルチアリー、サクさん、ゲームスター、やったー。ということで本日は VTube アワードということで、先日無事にね VTube リーグ前期終わりまして、よいしょ。それを記念してですね、チアリー、ムジャサクさん、それ私ね、神試合神シーンをちょっと3つずつね選ばせていただきました。そういうの発表させて、みんなでいろいろワイワイ語った後にですね、前期のチーム MVP と総合 MVP をね発表させていただきたいと思っております。なるほどございます。なので最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。いくぞ、やあ。はい、ということで、ではトップバッター俺から。あ、いいですね。まあ今回僕はね、上半期は基本的に真ん中の C56 をずっと実況してたんですけど、今回選んだ試合は全部自分が実況した試合じゃないとこから、まあでも見ててっていうのがあるのかもしれないけど、じゃあまずはね1試合目から発表していきたいと思います。私が選んだ1つ目の試合は第1節1試合目、 FTG ヒンター VS 魔王軍ドット。ちょっと軽く試合のシーンを皆さんにご覧いただきたいと思います。こちらどうぞ。さあ再サイクルチャージ3本かな。ごつおなこれはこれも来ましたね。診断のカードですね。ハイパーカ効果使いましたね。ここでハイパーカを入っていく。なるほど。さあこれで3枚墓地に送っていくしっくりしていくの効果。これは優秀。新規カードが新カード山めちゃめちゃ入ってんな。漆黒邪神2体出してヤバーダンゴーとこれはヤバいデスロードを2体とも取ることができれば、おーっと手札があれば、うわこれは強すぎる。これは禁煙の分類ファウンテイン。さあ出た時に最高2体出すと今ジャブラットで邪神落ちたの最高にすごい。いや、取らなきゃいけないことになんと取りつつブロッカーが。なるほど。よく返してます。よく返してる。すごい。さあまずは1体目の漆黒の信者、神体の効果を適用し、うまく返しました。返しましたね。ファウンテインすごいな。ファウンテインバカにならないですね。そうですね。ここお互い何かかなり強力な武器手に入れてますねこれ。はい、ということで、僕が選んだのは、一節の一試合目、本当にデュエチューブリーグこれからやるぞってところだったわけなんだけど、まあ、デュエチューブリーグってどうなるんだろう、これからっていう、まあ、ある種のドキドキ感とか、不安感というか、はあったじゃないですか。なんだろ、実況もふわふわしたね、ちょっとふわふわしてな気がする。どうしていこうかみたいな。でまあそこで出てきたのが FTG はヒンタさん、デイプレとかでもねそういうプレイヤーっていうのでみんな知ってるし、でそこに対してドットさん、デュエチューブにもずっと出てくれてるし、デュエチューブリーグの前のデュエチューバーフェスとかでも出てくるし、トーナメント史を代表する選手、日本一にも輝いてるプレイヤーですよ。でまあ今回魔王軍のリーダー魔王、やっぱこう肩書きも含めてみんながこう魔王と呼ぶような人なわけだよ。だからやっぱ強いドットさんってちょっと見たいなみたいな期待値があったわけじゃない。それを1試合目から、うわ、VTube リーグすげーって見せてくれたなって思ってるのね。なるほど。特にこの一節は変則ルール、結構 VTube リーグではおなじみになっていたけど、まあでは診断のカードたくさん入れてるルールですね。今回シックルシークとゴツンマダンマとファウンテインがすごくこのデッキで活躍してた。ゴツンマダンマが強いっていうのは正直みんな分かってたというか、まあ強いだろうだって予測をして持ってきてたと思うんだよねみんな。そこに対してシックルシーク2マナのタップされると3枚持ち越し、シックルシーク、ゴツンマ、起動、次のターンまた起動で6枚墓地に送って、これ4ターン目にはファウンテイン出るね、みたいな。シックルシークどこまで強いか読めてた人ってあんまいないと思うんだよね、俺。まあ強そうかなぐらいな。墓地暮らしできるな、みたいな。っていうところで、1試合目から、このドットさんが出てきて、ファウンテインを使ったデッキで、シックルシークを使って墓地を肥やして、で、さらに、まあ、ファウンテインと相性がいい、ルピア延期とか。詰めた段階でね。そう、かなり練られたというか、レベルの高いデッキが発売前1日目から見えてる。これ今だったら、まあ、シックルシーク強いなとか、なんとなくみんなわかるけど、これが発売前だから、ここまでしっかり強いデッキなんだ。それを、しかも発売前に持ってくるリーグになるんだっていうのが、1試合目から記された感じがして、すごく好きだわ。ああ、なるほどね。この何もみんながデュエチューブリーグってものを分かってない状態の時に、これがデュエチューブリーグですよって見せてもらったような感じがして、すごく好きでした。なるほど。いや、確かに。はいということで、僕が選んだ2戦目に行きたいと思います。2戦目が第2節。第2節。9戦目。FTG ルルル選手 VS 魔王軍関本選手。なるほど。の試合を選びました。第2節はアドバンスの試合になったんですけど、はい、関本選手がバンナイト、水闇バンナイト持ってきて、それに対してルルル選手たちが持ち込んだのがマジック。まあ当時アドバンスでも強い、オリジナルでも強いですね。環境トップデッキだった。環境トップではマジック。じゃあまずはご覧ください。どうぞ。これは相当お互いということで温まってそうだぞ。さあここ革命陣チャージということは、なるほどなるほどなるほどという声が出ましたね。さあこれはでもひょっとしたらそのゼーランのワンドローがこういう展開を生んでるかもしれないですね。そうですね。しかも最強ですよこれ。さあここで何かがあるか。オガンダがさあオカージグリ、なるほど、まだ戦える。これ復活の儀、ゼーロンの復活の儀が達成。ゼーロンパタパタシステムを使って、おっとえ、これガルダガン宣言はできないか。まあどうもしてる。さあここは無理ですね。メカーデン出たら？あ、何だ、びっくりした。びっくりした。いやびっくり、こっちもびっくりした。いや美しいです。いやすごいな。はい、ということで見事決め切り魔王の関門見事はということで、まずルルルさんも関門さんも非常に勝数も勝率も高い。そうですね。ルルルさんに関しては多分全員出場。全員出場して10戦やってるから。そう、関門さんに関しては勝率がデュエチームリーグで最も高い。そう、8戦6勝かなっていう非常に結果がいいお二人の試合になってるんですけど、ワンナイトってデッキはめちゃくちゃ難しいと。難しすぎるせいであんまりみんな使ってないっていう。まあそこに対してルル選手が持ち込んだのはマジックっていうデッキで、フェアリーさんチューリングの枚数がいつもと結構違うマジックっていう、まあ非常に面白いデッキ対決になったんですけど、まず最初にルルさん側が仕掛けざるを得ないですよね。ワンナイトから動かれたらカウンターの要素ないからマジック側は。だからルルさんが先に動いて勝負を決めきらなきゃいけないっていう試合になった時に、ルルルさん側が仕掛けて、まあトリガーあるかないか結構難しいとこだったんですけど、関門さんがカージグリをトリガーでめくったんですけど、確かねこれ僕裏で聞いたのかな、直前にねトリガーの本数を増やしてるらしいんですよ。結局トリガー1枚があるかないかで勝負が大きく分かれたっていう試合になったんですよね。一瞬ね解説も関門さんもルルさんも焦るっていう場合、山札がね足りないかもみたいになったんだけど、関門さんが前のにグッてなるっていう俺たちもヒヤッとする展開になったんだけど、関門さんが勝ち切って、もちろんみんな強い選手ってことは知ってるけど、なんかやっぱそういう強い選手が強いたりゆえみたいなのをしっかり見せられたのかなって感じがして、この試合渋く好きです。なるほど。まあ、バンナイトもなかなかそんなに見る機会ないからね。ないっすよ。まあここでやっぱトッププレイヤーが回すね、こういう珍しいデッキ見れたっていうのも結構デュエチューブリーグならではっていうかね。ただ関門さんはドラちゃんのうまいけどね、これ。ドラちゃんも僕のがうまいです。僕のがうまいです。はい、ということで3戦なんでね、これでラストなんですけど、私が選んだ最後の試合はデュエチューブリーグ第5節2試合目。FTG フェアリーさん VS 魔王軍リッキー選手、あの試合か。ちょっとじゃあまずはそちらの試合ご覧ください、どうぞ。さあフェアリー選手手札がないのでちょっと1枚で打開しなきゃいけないんですが、ちょっと盤面があまりにも強すぎる。さあ一体アビスキングじゃ神殿を破壊していくマイナス無限。さあインシデントのアタックを考えている。おおするときあるまだギリギリ繋がった。アビスキングのそのリソース自体は枯らすことができそう。インシネマーダー強い。インシネマーダーの奪ったということなんかありそうじゃない？なんかありそうありそう。ここで結構ゲームの流れ相当決まりそうな。待って踏みブロもあんの？おお踏みブロム、はい踏みブロム。うわこれやばいっすよ。踏みブロムやばすぎる。踏みブロム取って。踏みブロムはやばい。邪神がリッキーってしたしまうでしまう。すげえなこれ。おお、アビスなら片付けるのは綺麗すぎる。すごいこれは。これは一騎選手も思わずエリアこんな完璧な処理。こんなシーソーあります？こんな使い切ってのいやすごい。最高のタイミングで来てくれた。いや。はいということで、この試合はまあデッキに関してはフェアリー選手が闇自然アビス。そうですね。それに対してリッキー選手が使ったのが、闇単のアビスなんですけど、そもそも2ブロックっていう今回フォーマットなんですよね。でそもそもジャガイストがない、で闇シンアビスどうなんのみたいなところでゲームが始まって、僕実は FTG の楽屋に戻って一緒に見てて、で力が欲しいかから N マークがめくった時に確かルルさんだったと思うんだけど「いいよフェアリーさんらしくない」っつって。強いよみたいな。実際フェリーさんここまでかなり苦戦したんですよね。そう YouTube リーグにおいて、しかも結構不運な形で、割とアンラッキーっていうか序盤つまずいてとかラストの縦に1個つながんなくて、でだから手札が強いっつってこれはフェリーさんらしくないってルーリーさんが言い出したんだけど、そっから先がデスロードに繋がらなくて、そうだね、あれのコアで文字なくしたまでよかったんだけどチェンジ入んなかった。そうデスロードがなかったね。それに対してリッキーさんが使ってる闇タンのアビスってハイパーモードを使ってるので特に墓地を肥やしやすいですよね、継続的に。で墓地1回空にしたんだけどすぐ次のターンには戻されちゃって、まあそれに対してフェリーさんはインシデンローで盤面をちょっと対象した。だけどもう大展開バーン、まあもう結構止まんないけどフェリーかなり後手後手だったんですね。で盤面インシデンロー1体で帰ってきてどうしますみたいな FTG の楽屋にした。でもうその時次の日が最新王決定戦だったから、デープレーのもうブラッツさんとはデープレーやってて、見てないじゃん。あれが足を切り開いてたって一番最初スマホ触ってたので、あれデープレーやってます。そういうこと。しかもこの時ってもう FTG 後がなくて、そうだね、確か2敗するともう優勝の目がないっていう状況だったはずなんだよね。そこから出てきたのが邪道シス。そうですね、すごかったねあれね。完璧な返しだった、本当に完璧でした。これすごかったね。これはね本当にデッキもやりさんメインで頑張って作ってるし、チームも引っ張ってる。それが完全に出たなと、なるほど、気がして、俺はすごく好きな試合だし、いやこれはうまいな、名試合でしたねこれは。続きましてムーちゃん作さんの選んだ観戦を見ていきたいと思います。じゃあお願いします。はい、ではまず1つ目に選んだのはですね、第2節の4試合目、チーム佐賀春選手 VSFTG フェアリー選手の戦いになります。まあ覚えてますよ。なるほど、あの試合ね。印象的ですね。まずはその試合の様子をご覧ください。シールドの1枚目だけは気をつけようかなと思います。さあカラクリバーシにチェンジアタックしてチェンジしていきました。ここでさっきは踏んだんです。さあここを選ぶのをミスると再放送になってしまいますが、呪文はなしです。呪文なかったですね。ワンドローして終わりです。ああ違うと。さすがにそうは問屋が下ろさない。ですよね。おお、ファイナルスポットとりあえずある。サイコゲートさえなければここ一旦返しても次のターンもおそらく安全だろうというふうに思います。スピードアタッカーになってますから全部。ここでサイコゲートがあってもブロッカー足りなければ貫通できます。まあただゲームでスピードアタッカーはあ、まあそうですね。あれ。さあしかしここから何があるかです。やってるな。なんでもあるぞウェルケース。さっきギャラクシーチャージャーでは加わってませんよ。もう確かにそこじゃん。はい、ということでどのシーンって説明するまでもないからワンパン小僧でおなじみのかわいそうにね、そんなあだ名つけられてね。ここまでシール1枚目でシール取る組ませ続けてきたんですよね。そうですね、フェアリーさんもその戦う前に1枚目には気をつけようと思いますと言ってたね、言われていまして、まだそれがでもそのね1点目ではまずこれもしかしておいけるかといけちゃうのかなみたいなと思ったら最後の最後に主人公かなみたいなタイミングで最後ゲート踏んでから全部揃えてなんかできますかみたいな感じになって勝つっていう、こうアニメのワンシーンかなみたいな。アニメでも尺余りますけど、余るね。みんな C パート結構長いな。結構ねここまでのゲーム展開ね、フェアリーさんがうまくね、そうそう、まあマジックのねかなりいいとこ出してて、これもまたね YouTube リーグでしたね。いや本当にね逆転を目に焼き付けるっていうキャッチコピーを YouTube リーグ使わせていただいてるんですけど、まさにその家なって感じのワンシーンだったなって思いました。チーム佐賀の勝利のねかなり貢献してますから。確かに序盤の勝ちこのワンパンでこれも名試合ですね。はい、ということで私たちが選んだ2つ目試合はですね、第4節7戦目のチーム佐賀の鈴木選手と FTG ヒント選手の試合でございます。なるほどね。この試合もまた素晴らしい試合ですね。そうですね、あっと驚くプレーが見られたのでその様子をご覧いただきたいと思います。さあ一応ライアーを出すかどうかが野助選手考えてるのかな。ライアーを残してバニラバレルをハイパー化をすることもできますね。ああなるほど。けどここは自分戻す。そうですね。なのでここは使ってきましたね。これで7枚になってコンプレックス準備は万端と向いていって4マナで、さあここはおそらく山崎固定していたパーフェクトアルカディア新カードを使った戦いで、おはい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 。バミリアバレルを埋めて、これは手札補助しに行きましたね。そうですね。入れるか入れないか。入れるか入れないか。入れるということは殴るということ。そうですね。入れますと。はい。置きます。さあこのターンの勝負になります。で8枚になったのでコンプレックスがアンタップ。VT が下にはいないですね。ないしこのターン出すこともできない。結構厳しい。結構そうですね。戻します。さあなるほど。おお。コンプレックスをリソースに変換。そんなプレイあんの？そう、ここに来てもライアーそんな使い方あったか。はい、ということで、コンプレックスをリソースとして変換するっていう。そうだね。まず普通に見てて考えつかないっていうか、そうだよね。たまったらあよし行くぞって思うところを一旦こうよしってこうたまったものをもう一回一からっていうところがそんな考え方があるんだなってそもそも感動したのと、相手対面しててその気づいていらっしゃったかもしれないですけど、逆にあもっと長い試合していかないといけないんだみたいな。が気持ちにもさせられるのかなっていうのと、でその後もしっかりやっぱ詰め切って手札も枯らしてとか、もう細かいところまでやっての勝利に行くっていうところがすごい洗練されたプレーを見れる試合だったなってすごい思いました。これ確か第4節でファンタジーベストのご種族を使ってくださいねっていうルールだったんですけど、結構その狭い環境、多分電子ブリーグ前期では一番その狭い環境だったんじゃないかと思うんですけど、その中でもなんかこのデッキにはこういうプレーしようみたいな、そこすごい詰められたなと思いましたね。そうですね。僕確か楽屋で見てて、例えばチーム佐賀の楽屋にいたのかな、誰かがいやこれ回収するんじゃないかな。チームの中でも攻略っていうかプレイングの一貫性としては共有してたんだと思う。そう、実際確かにノスケ選手に直接伺ったのかな、この対スプラッシュクイーンでバミリアバレルがハイパーモード入っても基本的にはループに入られないからもうそこは維持してて別にコンプレックスは重要じゃないんだっていうことをおっしゃってて、そこを本当に徹底的に維持するようにしたっていうのがね結構やっぱ印象的でしたね。プレイング全く迷いなかったですね。迷いなかった早かったっていうの会場別にねどうしようかな回収したのかなみたいな感じなかった。俺だったらそれちゃういや回収どうしようかなちょっと大変そうだけどね。そこは自分の中で指針があったんでしょうね。ですね。いやこれ素晴らしいプレーでしたね。すごかったです。はいということでじゃあ2人最後の試合、はい最後の試合は第5節の9戦目、魔王軍関凡さん VS チーム佐賀の音速さんの出たこの試合名試合です。まずはそのちょっと名シーンをご覧いただきたいと思います。どうぞ。おおマジか。おお本当にそんな一旦でいく。おい来たー今の革命人革命人にしかもこれ素晴らしい山札の山札の下に行くので杉野さんのドローを次の追加ターンも確定していると。いやさすがにこれは音速選手といえどドルーシュまだ粘る。セレステルスパークのまず処理で革命人を弾きます。さあ革命人シールドか。さあ革命人通ったことで手札から再び必殺。もう一回でかターンが減らないよと。強すぎるっすね。強すぎるこれは。音速選手さあコブラでまだ粘るぞ。まだ粘っていく。超裏技として多分コンプレックス下8枚にしてセレステルスパークで9枚盾を増やすみたいな。確かになんかワンチャンやりそうですね。やりそうやりそうやりそう。とんでもないことになってくる。なんでだよ。なんでこうなったんだ。おい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 。わーシールドが9枚増えた。はいということでね、はいもうこの追加点取りまくって、まあまあ終わるだろうっていうところに耐えまくる音速さん、コンプレックスをねシールド化して、そうなんですよこれも9枚になるっていう、はいコンプレックス何でもできるやんって、さっきの何々なの、でこういう状況になると音速さん側ってとにかく相手のミスを拾って返すしかないじゃないですか。やっぱりそういうところもやっぱデュエマの最後まで諦めないっていう部分もありつつ、こう視聴者目線だと。この時ってやっぱチーム佐賀が確かこれ勝ったらもう決まるぐらいのそうですね。そうそう決まる試合だってそうだったんですけど、最初見てる時はやっぱりちょっと負けてるチームに勝ってほしいっていう気持ちがあるじゃないですか。でもこの場面になるとちょっと音速さ勝ってほしいって気持ちがまくってほしいまくってくれることあんのかなっていう風ないろんな気持ちですごい見ていた試合ですごい覚えてますね。本当にでも音速さんすごいなと思ったのは関門でできるコンボ決まって無限ターンコンボ音速さんもうあとここから勝つんだったらもう革命陣を全部除去するしか勝ち筋がないっていうのはもう最初の除去打った時点でもう確信してて、それを音速さん徹底的にやってまあ、最後にその関本さんが本当は助教打ったらよかったんですよ、多分打ってたと思う。そうだからロングゲームの中でやっぱそこを見落として、うん、音速さんが逆をつかみそうになるっていう、うん、これでも関本さんのデッキも素晴らしかったよね、うん、そうね、このターボマジックとかって言われるよね。そうそう、要はマナ加速していって、うん、まあ、革命陣から必殺、うん、つわものどもが夢の後打って、うん、まあ、追加弾を得ていくデッキなんですけど、うんうん、はい、そこにこのグレート流星団をね、追加したってものすごいいいアイディアで、これはもう神のデッキでしたね。いや、めちゃくちゃいいデッキでしたね。すごい戦いだった。はい、ということで、ここまでもうすでに名試合かなりしてましたけど、私もね今回3試合選ばさせていただきました。はい、というわけで、まずね私が選んだ1本目の試合は第1節第2戦目 FTG ルルル選手対魔王軍ドライク選手と、はい、この試合選ばさせていただきました。で、まあ早速試合のねハイライトの方に行きましょう。どうぞ。しかしこれでもすごいうまい。いや、すごいです。なるほど。うまい。リッパーをキングセルでケアしてからのフェアリーミラクル。そして5色揃っている。わあ、ハイパー。そして見えたのはデーモンハイパーマンドリームレア。4マナでザヒート。ザヒート。え、これバッドゾーン。これおっとモツンマン見える。うわあ、なんだそれは。おかしいぐらい強い。ドラヤキ選手もちょっと思わずこれ顔が歪む。理論値ですね。バイクですねこれ。さあまずはミロ宣言。ダブルブレイク。ダブルブレイクに対してトリガーあるのか。さあここガードストライクが遺跡があるか。おお、これは進化のパーフェクトフリースタイル。ザヒート遅れたの大きいですね。確かに確かに。レイクポーチャー。レイクポーチャー。さあルルル選手をこれには。そんなん出てくんのっていう。この呪文はこんなにアドを取っていいんですか。すごいですねこのカード。これはちょっとやばい。はい、ということですね。まあちょっとね、最初に千秋君がね言ってくれたことかぶるんですけど、まあこのデュエチューブリーグってどういう感じなんだろうって、やっぱ第一節の時ね、あ、新カードがこんなに活躍するっていうか、新カードのすごいところ見れるんだって思った試合だったんですよ。特にこのドラヤキ選手のデッキってドギラゴンハイパー、ドリームレア、もういきなり出てきてドリームレアを使った結構挑戦的なまあデッキで、他にもねパーフェクトフリースタイルとかも入ってて、そこから逆転掴んだりとか、あとはいきなりドギラゴンハイパーってドラムのコンボ見れたりみたいな。そうだね、もちろんガチで戦ってる場ではあるんだけど、面白いの見せてやるぞみたいな。そうだったね。好きやらば新カードの他の人が目をつけてないとこ使いたいみたいな。そうね、なんかそういう見せる場でもあったなっていうね、そこすごく感じましたね。そうですね、本当にドギラゴンハイパーの活躍見れたし、個人的にもすごく嬉しかったし、楽しかった試合だったなと思いましたね。はい、続きまして私が選んだ2本目の試合はDHB第3節の第1試合目ですね。はい、チームサガツバイランス VSFTG 孫選手、この戦い選ばさせていただきました。この試合もまあいやいや衝撃的だったよ。すごい試合でしたね。というわけで早速ねハイライトのお願いします。さあここでターン終了時タップシルクジを3体化して死神はブラックジェナーク。さあ自分が出た時にクリーチャー、相手は1体クリーチャーを選び破壊する、できなければ手札を1枚選び捨てるということで、まあ、クリーチャーがいないのでしなければならないと。いやこれこのハンデスの速度が速すぎるので、うわさあそして各ターンの終わりに再び3体タップシルクジを破壊して、いいひどい。さあ3体離れたので3枚手札を捨ててくださいと。そしてさらにこれブラックズラーク2体目出たことで、まあ、2枚、はい、さらにもう2枚捨ててくださいと。5枚半です。ソウルアドバンテージみたいな。なんならこのカードで7枚捨てるか。そうですね、先にクリア2体出るから、はい、これで全部持っていかれましたね。全部持っていかれてますね。アナザーワールドなし。はい、ということで、まあ、この試合何が言いたいかっていうと、まあ、ゼナーク、いやー出たね。いやゼナークこんなにって感じだよね。発売前からちょこちょこ騒がれてはいたんだけど、まあどういう感じになるんだろうみたいな中、このツバイランス選手が持ち込んだ水闇ゼナークデッキ、とんでもない強さ。完璧だった。完璧でしたね。本当にゼナークの強さ、ツバイランス選手の強さが見えた試合だったなと思います。デッキの仕上がりやっぱ半端なかったね。半端なかった。プレーもそうだけど、チーム差が全体を通しての話だけど、デッキの完成度が高かったよね。そうですね、やっぱ優勝の決め手にもなったかなと思ったけど、全体通してメタ読みとデッキ構築の仕上がり方がすごく良くて、そしてツバイランス選手といえばやっぱこういう闇系の割と墓地とかを使ってコンボデッキってやっぱイメージ強い方もね多いと思うんですけど、これやっぱ魔道具のイメージ、まあデスダーク闇系のデスダークですね。そうそう、やっぱこれね使ってるの見ておいや嬉しくなりましたよ。これは孫さんの使ってたエルボルムのレッツ、そう、これもめっちゃ良かった。まあ、この試合ではこのツバエラン選手がまあゼナークで要は手裏が仕切ってほぼ何もせずに勝っちゃうんだけど、他の試合では爆発しましたもんね。してたね。はい。ハイパー後期エルボルムからまあ後発標ベンゾ、セイリの後発を使って一気に勝つっていうデッキなんですけど、これもデッキ素晴らしかったね。これ良かったね。FTG ちょっとまあ前半苦戦したのもあるんですけど、なんかそのデッキすごい毎回面白かったんですよね。アプローチが他とちょっと違った。まあそれがなんか前半うまくはまんなかったけど、こうはまるようになってきてみたいな。めちゃくちゃはまったね、この話にね。そういう意味ではやっぱ FTG 結構目の離せないね、存在がありましたね。はい、これが僕が選んでいただきました。はい、おめでとうございます。はい、ということで私が選んだ3本目の試合、これはですね、YouTube リーグ第6節第5試合目、魔王軍カイド選手 VS チームサガ音速選手、いやーございます。まあそうだよね。まあそうですね。これ何かというと、要はチームサガの優勝を決定した試合でございます。一旦じゃあハイライトの方お願いします。どうぞ。ってことで、うわあゼナーク重そう。確かにこれはかなり嫌ですね。相当嫌かもしれないですね。これこのターンは見逃しそうな。さあ外野し重ねていった。ここで防弾路を引き込めれば1体タップしてよかったんですが、これ明らかに引き込みにいってますね。いきましたね。さあなんだここ大事、ここが大事。何枚タップする。山札をチェックしている。本当ですか。山札数える。これがミカドレオだったら本当にもうやばいですよ。これ2枚。治流し、ああマジか。黒タップなんで、あライフは一番ですね。ジオッチ、ジオッチ山札の上にいてほしい。さあこれで優勝決められるのか。まずは1点。抜かりなさすぎる。うわいや、さあどうだ。優勝決めれるかチームサガ。2点目通っている。全部はいけただそうですね。トリプルブレイク。さあ白なくなります。これ全部いけます。これここで何もない。ダイレクトアタック通って、いやーすごい。勝ったのはチームサガ音速選手です。はい、ということで、試合自体はお互い水闇視点で予備ニオンとか使ったりしている、いわゆる穴から同士の対決。そうだね。けど結構アプローチは違って、カイド選手はマナをめちゃめちゃ加速して、カウンターアタック使いそうとか絡めつつ、でかい国に対して制圧する。対する音速選手は、防弾ロー、超防炎防弾ローを使って、割と軽いコストのクイチャー入っている。メタクイア、セガールだったり、シェルアルカザールだったりね。やっぱ音速選手といえば、割とデッキがハイブリッドになってるみたいな特徴なんですよ。このデッキとこのデッキ組み合わせてみたいな要素が多くて、特に今回のデッキでもゼナーク、この水闇自然のマナ加速デッキっぽいのにゼナーク入ってるっていう構築で、結局そのゼナークが中盤めちゃくちゃカイズに刺さってかなり締め上げて、音速選手のペース崩さなかった。これでも本当にチームサガ救われたよね。いやそうそう、チームサガっていわゆるマジック2の状態で、誰でもいいから2勝するか魔王軍に1勝すれば優勝だったんですよ。優勝でしょ。なんだけど結構苦戦したんですよね。最終的に1号で音速選手以外勝たなかったしかもFTGVS 魔王軍も結局魔王軍結構勝ったから、そうもし音速選手が勝たなかったらリーダー同士の対戦にもつれ込んだであろうって考えると結構やばいかなって時に、音速選手がここで止めて優勝決定してしたっていうね。いやすごい試合でしたよ。これもさっきのメタ読みの話だけど、今回最終節はチームサガ的にはジョーカーズがメタの中心になるって読んでた。対して他のチームは水や自然の3分目のデッキが中心になるだろうで組んできたっていうのもあったと思うんだけど、やっぱそう考えるとデューチブリーク怖いよね。怖い。後期これからあるわけだけど、そうですね、このメタ読みの部分って我々が思ってる以上に進んでるんだよね。今我々って普通の感じだったら大会の結果見て、あこういう力強いんだ、じゃあ次こういう力来るかなって何だか分かるんですけど、それを全部チーム内でやるしかないっていうね難しさ。いやいろいろドラマあるんじゃないですか。またいや本当に素晴らしいしいゲームでした。はい、ということですね。ここまでねみんなで名試合上げてきたんですけれども、実はここに YouTube リーグ運営チーム、チームごとの MVP、 そして総合 MVP のねやついただいてきてます。普通の封筒に普通のいやいやもう再びみたいな。まずはねチーム MVP から発表させていただきたいと思います。まずはね FTG のチーム MVP こちら発表させていただきます。チーム MVP はルルー選手。いやまあ、ということで、はい、ルル選手が選ばれたのはですね、まあ、チーム内まず勝率ナンバーワン、そして唯一の全節出いや本当にすごいでもない、本当に毎節顔見たすごいです。本当にミスター VTube リーグと言っても過言ではない、そんな方でございます。かなりフェリーさんと特に一緒にチームを引っ張ってたイメージだったで、序盤ちょっとね苦戦したんですけれども、後半ねかなり上り調子に上げてきて、まさにもチーム MVP にふさわしいと。いやどうですか、徐々にねデッキ紹介も安定してきて、一番だってデッキ紹介してるからね、それは髪型が結構コロコロしちゃって、確かに見ててもかっこよかったですね。ということでまずフラットゲーミングのチーム V はルル選手となりました。じゃあ続きまして、チーム坂のチーム MVP、 こちらは音速選手です。そうなんですよ。まあね、かなりやっぱ他のチームからもね要注目選手としてね名高かった音速選手なんですけれども、まず音速選手選ばれた理由としましては、まずチームのデッキビルド、これ音速選手と野助選手中心にやっていて、まさにチーム坂のね序盤ずっと勝ったんですけど、それの成績安定に大きく貢献していた。いや本当にね、音速さん他人のデッキ作るのもうまい、自分のデッキもとんでもないし、でもまあやっぱり音速さんいるから安心できるなみたいなところは、やっぱチームメイトから信頼は厚かったし、なんかそのチームメイト外からのねある種信頼も厚かった。いや音速選手だったらこんぐらいやってくるだろうみたいなのはありましたね。最後やっぱあとなんといってもですね、最終的に自ら優勝を決めたということもこのチーム MVP にね選ばれているでございます。素晴らしかったですね。さあということで続きまして、魔王軍のチーム MVP、 こちらは関門選手です。関門選手、まあ、関門選手、これ実はですね、勝率ナンバーワン、そうだね、一番勝ったプレイヤーです。8戦中6戦勝ってる、75%、強豪ひしめく YouTube でなんと 75% 勝ってるんですね。本当に勝ちまくっていたプレイヤーでございました、でも結構ね試合見てると割とギリギリの試合を競り勝ってるシーンが多かったんで、本当にまさに勝負強い、まさに強いプレイヤー、勝てるプレイヤーで結構特徴的なデッキ使ってて、まあ、関門さんしかも合わせなさそうだなみたいなデッキをね使ってることが多かったんで、特にバンナイトなんか印象的でしたけど、本当に素晴らしいプレイヤーだったなと思います、さあというわけで以上、チーム MVP 発表させていただきましたけれども、総合 MVP もねこちらね入っておりますので、ちょっと読ませていただきます。いや緊張しますねということで総合 MVP に輝いたのは、チーム佐賀音速選手でございます。おめでとうございます。いやーそうですね、まあいろんなね強豪プレーヤーが素晴らしい成績残してる中なんですが、やはりやっぱね優勝チームの屋台部の支え続けた、そして最後に優勝決定したというところで、今回 VTube リーグ前期はねチーム坂音速さんが総合 MVP に輝きました。おめでとうございます。文句なしでございますな、これは。いやー憎たらしい、憎たらしいやっぱこう音速さん個人的にも仲いいから憎たらしいね。憎たらしい。いやでもね本当に憎たらしいまでの活躍というか、いやそうね、本当に素晴らしい。視聴者目線で見てる音速さんって結構その気楽な感じというか、まあちょっと面白い方なのかなって、うちでも変な企画やってもらったりとか、ありがとうございます。本当に競技勢としての音速さんがまあ見えたっていうのはすごいことだなと思います。その一面が見えたっていうね、まあそんな中 MVP が音速さんになりました。ですがですね、もうすぐコート始まります。余裕がなさすぎる。余裕がない。いやいや、10月18日、10月18日にね、VTube リーグ後期第1節がもう始まりますよね。ぜひそちらも見直しておき、前期 VTube リーグ途中から見て、面白かったけど、最初から見たかったなって思うと思うんですよ、皆さん。そうだ。なんと間に合います。後期からまた新規 1.0 ポイントから始まります。今回のルールはルーキングマックスですね。はい、ルーキングマックスのカードをチームで30枚以上使うってね、いつもの診断ルール。はい、診断ルール。いや楽しみですね。果たしてどんな戦い繰り広げられるのか、ルーキング後期にもご期待ください。ルーキングドリームの方も合わせてチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということでこんな感じで VTube では VTube リーグをですねこれからもガンガン押していきますので、皆さんもチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。リーグマスターズ、バイバーイ。リーグ MVP